こんにちは。スマートスピーカーの Amazon Echo、 もちろん Amazon での音声ショッピングもできます。ただちょっと怖いのがね、家に遊びに来た人がアレクサ、ルイ・ヴィトンのバッグ注文してと言ったらどうなるでしょう。ちょっと怖いなって気もしますよね。そこで今回は音声ショッピングの設定についてお話をしたいと思います。 Amazon Alexa アプリを起動します。画面右下の歯車のマーク、設定をタップします。設定の画面です。これスクロールして画面の下の方に行きます。音声ショッピングタップします。はい、ここでね、設定ができます。音声ショッピング、音声による商品の注文、アレクサ対応デバイスで Amazon の商品を音声で注文できるようにしますとあります。これ今オンになってますんで、音声ショッピングをしないときにはこの右側のボタンタップしてオフにします。はい、これで音声ショッピングできません。まあどうしてもね、音声ショッピング行うときにはこれオンにした上で、その下にね、確認コードを有効にする、 Amazon への注文の送信を確定するときに言う4桁の確認コードを指定します。この音声コードは履歴に表示されますということで、アレクサに商品注文するというね、お話をした後に確認コードを4桁を言わないと音声ショッピングができないというね、設定を行いますんで、その確認コードをね、有効にすれば良いかなと思います。有効にした後、変更を保存タップすれば OK です。はい、今回は Amazon Echo の音声ショッピングの設定についてお話をしました。それでは今回はこの辺で失礼します。